い。粉雪ね、心まで白く染められたなら、ああ二人の孤独を分け合うことができたのかい。多分ね、動画的にはもうワンキーをね上げて歌った、裏返ったりした方がね面白かったと思うんですけど、ちょっと声が出にくいのもあって、少しトーンを抑えてキーを低めに、歌いました。レミオロメンの粉雪でございました。サビの部分だけですけどね。ちょっとね、びっくりしたニュースが入ってきたので、ご紹介させていただきたいと思います。なんとですね、僕が神と崇めているスーツくんご存知かと思うんですが、一時期スーツくんと激しいバトルを繰り広げていた、ぼっち系の YouTuber の大御所の捨てハゲさんにですね、子供さんができた、ご懐妊というか奥様と結婚されていらっしゃったということも全く存じ上げずにですね、まさかお子さんが奥様に、妊娠2ヶ月あと8ヶ月後に捨てハゲさんがお父さんになるということをね、スーツくんが動画に出していらっしゃったので、やっぱり神がね、そういった祝福の動画を出している以上は、僕も便乗して出させていただきます。本当にね、捨てハゲさん、お子さんがもうすぐ生まれるそうで、面識も何もございませんが、どうもおめでとうございます。で、ご存知のない方にですね、軽く捨てハゲさんの紹介をさせていただきます。捨てハゲさんですが、自称ミスター中央大学と称されていらっしゃいます。現在ですね、以前捨てハゲチャンネルっていうチャンネルをお持ちだったんですが、諸事情でそちらを閉じられた後に、今は捨てハゲチャンネル2代目というアカウントで、17万5000人のチャンネル登録者さんがいらっしゃるチャンネルをお持ちでいらっしゃいます。1995年の6月25日生まれ、神奈川県の川崎市在住という情報が上がっておりまして、御年25歳でいらっしゃいますね。2014年に大東文化大学を入学した後3ヶ月で中退、それから2015年にイギリスはリバプールにございます、かなりの名門校らしいんですが、ジョン・ムーア大学に入学されたのに1日でホームシックで中退で、その後に2016年から、中央大学商学部の会計学科にご入学され、来年の春に卒業見込みだそうでございます。ぼっち系の YouTuber だったりね、炎上系だったり、ジャンルにとらわれないご活躍をされていたり、元々の捨てハゲチャンネルにですね、投稿されていた、前の天皇陛下が生前退位をされる件で、結構ね、変な内容で動画出しちゃったので、中央大学から2ヶ月間の定額処分を食らったり、抗議が殺到されたりとかですね、結構、レジェンド的な存在でもいらっしゃいます。まあね、そういった25歳でまだ大学在学中でいらっしゃる YouTuber の方にですね、お子さんができるということで、本当にですね、驚きを隠せません。僕も一時期よく捨てハゲさんの動画を拝見させていただいてたんですが、正直ね、以前の動画はもう残っていないんですけど、いや、やっていけるのかなっていう風なやっぱり感想を思っちゃうんですけど、まあね、人間ってその親になったら多分変わるでしょうし、さほどね、常識的にずれているようなことは今までもされていらっしゃらないので、多分お子さんができたらね、きちんとそのされると思うんですよ。で、できたお子さんもね、親父が捨てハゲだからとか言ってね、多分いじめには合わないのかなと思うんです。多分子供がね、いろんな意味で記憶がつき始めるのが、多分お父さんが捨てハゲだってもし認識するのであれば、小学校入ったぐらいじゃないかと思うんですよね。そしたら捨てハゲさんがもう30超えているので、捨てハゲさんがその年齢になるまで、
YouTube を続けられていらっしゃるのか、今のスタンスで動画を出しているのかもわかりませんし、確かにね、以前の古い動画が残っていれば、お父さんがこの校庭のど真ん中で粉雪歌ってたじゃねえかとかね、そういったことになるかもしれませんので、いじめの対象になるかもしれませんが、というかそこまでに YouTube というサービスがあるかどうかもわかりませんしね、お父さんがああいう人だから子供がいじめられるとかね、そういうことにはつながんないかとは思うんです。で、ただ僕もですね、まあ、来年50になって芸を公表しているんですが、まあ、30までは普通にね、女性の方とお付き合いをしていたので、自分にもし子供ができる可能性というのは、十分にあったわけなんです。で、今もね、こうやってる間に、知らない、方がね、トントンって来られてね、お父さんとか、ね、来られる可能性だってね、なきにしもあらずなんですよ。そういった時に自分が父親の立場をこなせるのかなっていうことを考えた時に、まあ子供がいたらね、それなりな対応はするんじゃないかなって思うんですよね。ただこういうふうにね、YouTube を出していたり、いろんなところに叩かれたりしているとね、子供がもしできた場合に非常に心配だっていうのもあるんですよね。まあちょっと関係のない話をしてしまいましたけど、まあ、人間っていうのは誰でも簡単にね、まあ、子供ができちゃうんだなと。まあそれに対して子供ができたら僕以前女の人とお付き合いしてる時に子供ができなかったのが結構幸いで自由な身ではいるんですけど、まあ子供ができていたとしたら多分結婚もしていたでしょうし、まあそれなりな親にはなっているんじゃないですかね。まあわかりませんけどね、こればっかりは。ということで本当に捨てハゲさんにお子さんができて、まあ、妊娠奥さんが2ヶ月らしいんで、来年のゴールデンウィーク明けぐらいにはご誕生されるんですかね、無事な赤ちゃんが誕生するように全く面識もございませんし無関係ではございますが神に便乗して、捨てハゲさんにお子さんができたおめでとうということで、動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。僕もぼっち系の YouTuber としてはお仲間に入るのかなと思っております。そういったところで親近感を勝手に持たせていただいているわけでもございました。ありがとうございます。